20世紀終盤、太平洋での隆起現象により姿を現した新島があった。その島はハフマン島と名付けられ、豊富な地下資源から USN-OCU 両国より大量の入植が始まった。それまで自然の宝庫と謳われたハフマン島は一斉に開拓の手が入り、その姿を一変させていった。第一次ハフマン紛争と名付けられた領土権に起因する戦闘は2年続き、ハフマン島は OCU と USN に二分する国境線が引かれた。紛争による傷跡を持つ世代は成長し、情勢がそれに拍車をかけて、その後も各地では小規模な戦闘が繰り返されている。その戦火は再びハフマン島全土に及ぼうとしていた。アルファ1、こちらレッド6、重傷者が1名出た。至急拘束する必要がある。至急拘束する必要がある。レッド6、車両隊が向かっている。だが時間がかかりそうだ。アルファ1、それほど持たない、急いでくれ。レッド6、こちらブルー9、西から民衆がそちらに向かっているぞ。現在3ブロック先のストリートを進んでいる。3ブロック先だ。レッド6、彼らはさっきだっているぞ。見つかるな。移動しろ、移動しろ。クソ。アルファ1、こちらレッド6、移動はできない。ここで応戦する。火器の使用許可を求める。東からバンチャーが来る。東からバンチャー。
それは敵の裏切り者だ。攻撃をするな。武装している市民に告げる。我々は PKF だ。このエリアでの戦闘は禁止されている。直ちに武器を放棄し投降せよ。繰り返す。直ちに武器を放棄し投降せよ。レッドシックス、こちらユルフォー。バンツァーの下に立つな。学習してないのか。早く負傷兵を連れて退避しろ。指示に従わない場合、武力権を行使する。鎮圧ってな、こうやるもんだ。レッドシックス、いつまでも生身でウロウロするんじゃない。葬式に顔を出せない俺を不憫に思うなら、早く厚着できるようになれ。ガンホー、どうぞ。ユルフォー、こちらレッドシックス。ガンホー了解。写真届いたぞ。協力を感謝する。通信終わり。21世紀初頭、近代戦闘において新たに開発された人型兵器バンツァー。機動力が高く、少数でも高い戦闘能力を有するバンツァーは戦う場所を選ばない。各国の軍隊に急速に普及したバンツァーは、緊迫する世界情勢と紛争に機体の性能を押し上げ、戦場の風景を一変させていった。また新人が来るのだ。飛行部隊も王女隊になるな。そろそろ。よし、次は誰だ。6番機、ボルター、エンであります。待チェック完了、オールグリーン、いつでもどうぞ。ほう、エンか。ここまでの成績は、なかなか優秀のようだな。だが、ここからが、バンツァー乗りとしての登竜門だ。決して気を抜くなよ。イエサでは、訓練を開始する。バンツァー起動、まずは基本動作からだ。ここまで移動してみろ。いいだろう。ここからが本番だ。これより複数戦闘を行う。ターゲットは一機、無人機の自動制御だ。お前が武器をまともに扱えるか、見せてみろ。よし、まずまずだな。続
次のターゲットに移るぞ。ここまで移動しろ。ターゲットはこの2機だ。今度のは反撃もしてくるよう、プログラムしてある。訓練とはいえ気を抜くなよ。全ターゲットの撃破をもって、訓練終了とする。いえさ。武器は一つじゃないぞ。臨機応変に使い分けろ。そこまで。いいだろう。まだまだ、機体の扱いは荒いが、一通りの挙動は理解したようだな。お前は4段階へ進め。いえさ。よし、次。次、14番機だ。いないのか。ぐ。14番機、ランディ、オニールであります。お前か、オニール。前にも言ったと思うがな。コックピットで飯を食うな、バカ者を。貴様は訓練以前の問題だ。2段階に降格。基礎訓練からやり直してこい。いえさ。
どれだけ技術が発達しようとも、それを操るのは人間だ。能力を磨け。ワンツァーの性能は諸君たちの能力に他ならない。決して怠るな。分かったか？そう、イエスだ。これをもって全カリキュラムを終了する。諸君、合格だ。おめでとう。やったな。ああ、やった。とうとうここまで来たぞ。ご苦労、随分と残ったな。落語者は何名出た？92名であります。この中に味方を踏み潰す奴はいるか？おりません、大佐。全11名、即お役に立てる状態です。よくやった。あとは私から伝える。はっ！おめでとう、諸君。楽にしたまえ。本来ならば休暇前にパーティーを満喫してもらいたいところではあるが、緊急事態が発生した。昨日起こったラーカス地区の襲撃事件は皆知っていると思う。これは OCU 軍が停戦条約を破棄した明確な侵略行為である。だが OCU 側の見解によれば、この事件は我々の狂言であり、事実無根の虚偽と非難声明を出す始末だ。我が国はこれら一連の行為を宣戦布告とみなし、 OCU への報復攻撃と侵攻作戦を開始する。これを見てもらいたい。概略を説明する。侵攻作戦は6日後0900に開始される。我々はペセタ近郊の前線基地に集結、参考師団を4陣に分けて進軍する。強襲隊が先行し、レーダー施設並びに対空部隊を無力化。ついでルーピデスからの空挺部隊1個師団がフリーダムへと空挺強襲を行い、同時に地上部隊が合流して制圧する。陸と空からの挟み撃ち作戦だ。史上まれに見るバンツァーの大規模戦闘になるだろう。諸君らは第三陣として残存勢力の制圧任務についてもらう。何か質問は？よろしい。詳細は軍曹から説明される。今後は彼の指示に従いたまえ。以上だ。諸君らの検討に期待している。単語14より単語6よ、新しい体はどうだい？こちら単語6、プライベートの通信は禁止されている。トラブルか？いや、こちらは大丈夫だ。すまん、なんでもないんだ。通信終わる。怖いのか？ああ怖い。安心しろ、俺もだ。
なあ、向こうにグレンはいるかな。わからん。向こうは攻撃してくるかな。わからん。死ぬなよ、ウォルター。ああ、お前もな。単語はユリジェッキ、スクリメージ。単語2、スクリメージ了解。単語5、スクリメージ了解。単語6、スクリメージ了解。前期、スクリメージ。単語1より各機、予定通り残敵の掃討に入る。ほとんどの敵はダメージを負っている機体だろうが、油断は禁物だ。攻撃を分散させず、一体ずつ確実に仕留める。各機担当エリアの殲滅をもって任務完了とする。貴様らのデビュー戦だ。気合を入れていけ。ダモン、お前はランチャーのセットアップだ。その機体は近接タイプとは違って、装甲の強度があまり高くない。遠距離攻撃に集中すればいい。前衛は俺に任せろ。わし、行くぞ。ん？奴は脚部が大破している上に、玉切れのようだな。哀れな看護系野郎は後回しにして、他を叩くぞ。単語1より単語6、状況を知らせろ。こちら単語6、エリア内の残敵掃討を完了、オールクリア。よし、よくやった。これより進軍を再開するぞ。フリーダム侵入後は郊外地区で展開し、引き続き残敵の掃討を任務とする。以上だ、副将を持って次の任務に移行する。単語6了解、フリーダム郊外で展開し警戒に当たる。通信終わり。フリーダムか。
あの紛争から20年、まさか、こんな貴重になるとはな。グレン、今回は、うまく逃げろよ。タンゴ6、クリア。オールクリア。前期、そのまま警戒に当たれ。起きてる。なんだお前か、脅かすなよ。うん、なんで再生処理しないの。かっこいいだろ、うん、お前はなんでしないんだ。かっこいいから。そうか。ひどいな、マッドレクターみたいでいいでしょお前まだあんな子供番組見てんのかよ。ねえグレン、なんだ。ありがとう。ああ、そうだな、一つ貸しだ。あとごめん。バーカ。傷、お揃いだな。そうだね。なあ、いつ行くんだ。明日。そっか。タンゴ1よりタンゴ6。タンゴ6、市街3区からの配送組がそちらに向かっている。いずれも無城駅だ。タンゴ8と14が援護としてそちらに向かう。対応できるか。タンゴ6、了解。実力でだ。